サニックスオープン新体操チーム選手権2020の開会式サニックスオープン新体操チーム選手権は2017年より毎年1月から2月の間に福岡県宗方市のグローバルアリーナで行われるシニア選手の個人と団体競技の国際新体操大会である主催は一般財団法人サニックススポーツ振興財団と株式会社グローバルアリーナ 2017年2月に個人演技のみの競技でシニア選手4人から構成されるチーム対抗型でスタート。初回大会からレフスキー新体操クラブをはじめ海外からの参加がある。今までオーストラリア、中国、韓国、カザフスタン、フィリピン、ロシアと台湾のチームが出場している。大会後、ブルガリアのコーチによる新体操セミナーや 個人と団体の指導キャンプが行われる。また、周辺の学校を訪問し、演技披露で新体操の普及に努めたり、小中学生との国際交流に参加する。2018年大会より、各チームが競い合う演技数が8演技に増えた。2019年に、シニア団体の競技が1種目のみで新設された。翌年には、1種目のみ、出場のほかに、 二種目出場で総合を競う競技も導入された。初回大会のみ、種目別の表彰も行われた。2020年より総合と種目別の表彰あり。ありがとうございます。